第4局はおとといから佐賀県で行われていました王位戦七番勝負で藤井七冠は第3局までで挑戦者の佐々木七段に3連勝し4連覇まであと1勝と王手をかけていました第4局は先手の佐々木七段が得意の作戦に持ち込み深く考えながらゆっくりと対局が進んでお互いに8時間の持ち時間をほぼ使い切る展開となり昨日午後6時半ごろ 85手で藤井七冠は投了に追い込まれ敗れました佐々木七段が一矢報いた王位戦七番勝負第5局は22日から徳島市で行われます